同時に2つの活動をすることになりますが、横内コーチとはこれまでも長く仕事をしてきてますし、意思疎通は取れていると思いますし、常に同じ絵を描きながら我々は進んできているというふうに思いますので、この2つの活動がこれからに向けて成長につながる、いい経験ができるというふうに思っています。 A 代表のキリンチャレンジカップについては、ベネズエラ戦、キルギス戦と2試合ありますが、これまで通りまずは勝ちにこだわっていくということ、そして、チームとしての戦術浸透をさらに深めていく、また個々の力をより、高めていけるように、そして、初招集の選手の力を、このグループの中で、見ていきたいというふうに思っております。 UAE の、U21 東京オリンピック世代の、活動に関しましては、私は直接行きませんが、横内監督が支持すること、指揮を取ることについては全て私と同じだというふうに思っています。彼が横内、コーチが言っていることは、私が言っていることと同じだというふうに私も、自信を持ってやっていただけるというふうに思っています。で、選手にも、同じ方向に向かっているということで、ベストを尽くしてもらいたいと思います。チームの活動として、これまで A 代表も、アンダー世代の、活動も融合というふうに、考えて、います。今回の東京オリンピック世代の UAE 遠征も A 代表での経験をした、伊藤達也、が UAE 遠征の方に加わるということ、そして U19 のアジア選手権で、アジア予選で活躍した選手たちが一つ上の東京オリンピック世代のチームに入ってきてくれるということ、そこで各世代の融合を図るということ、A 代表を経験した選手がどういうことを経験したかということを東京オリンピック世代の選手たちにも伝わると思いますし、そういう浸透が図っていければというふうに思っています。日本のサッカー界としてもアンダー19の世代、A 代表と東京オリンピックがつながることによって全体の融合レベルアップにつながっていくいい機会だというふうに思っております。まあ、これからずっとこのような形になる、かどうかは分かりませんけど、まあ、暫定ということで、この2つの活動を、するにあたって、各世代の、アンダー、19で16の選手権に行った影山ジャパンのコーチ、森山ジャパンのコーチに、サポートしていただき、A 代表の活動をしていければというふうに思っています。その活動の中で、我々が、やっていることを各世代の、アンダー世代の代表のコーチたちに、分かってもらって、経験してもらうことで、また影山ジャパン、森山ジャパンに戻ったときに、いろんな部分で共通認識を持てればというふうに思っております。すべてのチームが、同じ、コピーしたようなチームではないとは思いますが、どの世代の、代表のチームも日本代表として、誇りを持って戦えるように、日本人の良さを持って、戦えるようにという思いを持ってやっていると思いますので、まあ、そういう意味でこう選手だけではなくて、
このスタッフも共通認識をすることで各世代の融合ができればというふうに思っています。毎回選手選考は難しいと思っています。まず一つ の代表のチームを決めるだけでも、今回もフィールド20人でキーパー3人ということですけど、もっと多くの候補の選手がいて、絞ってチームの活動をしなければいけないということ、できればもっと多くの選手を呼んで活動することができればという思いを持っていますので、そこは日本代表を目指してくれている選手、日本代表の力になりたいと思ってくれている選手たちを招集できないということは難しさという部分で感じています。A 代表と東京オリンピック世代の融合を図るという意味でも、A 代表の選手が、年齢的に、U21でなければ、下の方には、今回は、スライドすることはできませんけど、U21 の選手、東京オリンピック世代の選手をどうやって、A 代表の方に引き上げて経験してもらうかというところは、彼らの力も見つつ、どういう環境づくりをしたらいいかということは兼任監督として私だけじゃないですけど、コーチも含めてみんないろんな考えを持ちながら、何がベストかということを考えて、やっていく難しさはあると思います。クラブで継続して出場しているで、特徴を発揮してくれている選手かなというふうに思っています。鈴木優真に関しては鹿島で、今 ACL の決勝に臨む、そういうアジアのチャンピオンを目指す力のあるチームの中で、得点という結果も出してますし、前線の選手としてフォワードの選手として存在感を発揮してくれているというふうに思って招集しました。で、山中についてもマリノスで年間を通して継続して試合に出ているで、いいパフォーマンスを出しているということで招集させてもらいました。まだパフォーマンスに波はある選手だとは思いますが、特徴をスペシャルなものを持っている選手だと思いますし、特に攻撃的なもの、左、利きということを生かしてのプレー、クロスや、攻撃に絡むプレーというところは、今回の、代表招集に、つながった、理由です。でまたこのグループの中で先ほども言いましたけど、彼らがどういう力を発揮してくれるかっていうところを見たいと思いますので、2人に関しては初招集ですけど、思いっきりまずはプレーして、自分の個性を発揮してほしいなというふうに思っています。今回の対戦相手、初戦のベネズエラと、2戦目のキルギスは全く違う戦いになるかなというふうに思っています。ベネズエラもキルギスも我々に対してどういう対策を取ってくるかということはもちろん試合前で分かりませんけど、キルギスに関しては、次のアジア大会を見据えたときに、アジアでの戦いということを想定できる、そういう試合ができるかなというふうに思っています。ベネズエラ戦とキルギス戦、まだしっかり分析しているわけではないですけど、全く別な戦いを、していかなければいけないということ、選手たちはこれまで非常にアグレッシブに、そして、
チームとしても個人としても自分の力をこう発揮してくれるということ、いいトライは本当にしてくれたというふうに思っています。今回のキリンチャレンジカップの中で、戦い方、アジアの戦い方と、アジア以外の諸国と、戦う戦い方は別々な戦いをしなければいけないということ、対応力を求められるところかというふうに思います。これまで通りアグレッシブに選手にはプレーしてほしいと思いますけど、また相手を崩していくために、相手に勝っていくために、どういう戦い方をしたらいいかということを学べる、アジアカップに向けていいシミュレーションになる、キルギス戦もできると思います。これまで、キリンチャレンジカップで招集、させてもらった、選手を中心にアジアカップに臨んでいくっていうことは基本的には、はい、そういう考えでいますけど、まだ我々のチームに、情報は吸い上げてますけど、招集してない選手はたくさんいますので、その選手たちがアジアカップに入ってくるということも当然考えながらやっていきたいというふうに思っています。先行していく中で今回の戦い、キリンチャレンジカップでの戦いは、このメンバー選考が、今回に関してはベストだろうということで、はい、決めました。で、決めた結果が、あまり変わらなかったっていうところが、はい、あります。今言われてすごく、はい、聞きました。全てのクオリティを上げるって、はい、ことが大切かなというふうに思います。技術的なクオリティや判断の速さという部分、的確な判断をするというところ、もっと上げていかなければいけないと思いますし、その技術を発揮する、ために、戦う、球際の部分、であること、もっとインテンシティを上げていくというところ、これまでの監督、日本代表今日の監督をされて、来られた方々が言ってこられたインテンシティ、高くもっとやっていくっていうところ、デュエルの部分でもっと強くやっていくという部分、そこはベースとして持ちながら、日本人の持ってる技術を、西野さんが言われた通りにこう発揮していくというところは、東京オリンピック世代の選手に全てを挙げていくということを伝えていければというふうに思います。そういった意味で、今回 A 代表のコーチとして、9月10月のキリンチャレンジカップを経験したコーチたちが、また UAE の遠征に行って、彼らに、伝えていくということ、感覚的に伝えられるというのはすごく大きな経験を、チームとしてもやれたというふうに思いますし、より高いものを求めていけるというふうに思っています。で、先ほども言いましたけど、 A 代表を経験した選手がまた、アンダー世代の、活動に入っていくということ、そこでまたいろんな部分を、東京オリンピック世代の選手たちには、刺激を受けてもらいたいと思いますし、A 代表で経験した選手伊藤達也に関しては、そこで経験したことを UAE の遠征で、発揮してもらいたいと思います。で、アンダー21の活動としては、直近の、アジア大会で、アジアで、準優勝することができた
ということ、そこは非常に自信を持ってほしいというふうに思いますけど、自信プラス自信が過信にならないようにもっともっと先ほども言いましたけど高めていくことを忘れずに、アンダー世代の代表で満足するのではなくて、いつも言っております東京オリンピック世代の選手たちは A 代表で活動を本当に目標にして A 代表の活動をしながら東京オリンピックに関わっていくっていうところ出ていくということを強い気持ちを持ってもらいたいと思います。アジア大会で決勝、韓国に、敗れてしまいましたが非常に本当にいい試合をしてくれたというふうに思います。今彼らが持っている力は本当 100% 出し切ってくれたかなというふうに思いますが、韓国代表素晴らしいチームでした。その戦いを最低限に、持ってさらに高いものを目指していってほしいと思います。韓国代表との決勝での本当インテンシティという部分、本当球際の戦いで自分たちが粘り強く戦うという部分、本当ベースのところを選手たちは見せてくれましたが、まあ、そこからどれだけ攻撃にできたかということは満足できないものだったというふうに思いますし、激しく厳しい戦いを東京オリンピックでは6試合最低限やって、行って、目標とする、ものが得られるというところ、まあ、そこの、レベルアップという部分では厳しい、気持ちを持って、UAE の遠征に臨んでほしいなというふうに思います。すみません、長々と。